始まるよ。機械音痴のおっちゃんが楽天で購入したブラックビュー A80 Pro SIM フリースマホ、予算が少ない方におすすめらしい。今まで使ってたのは Y モバイルの 507SH。 メモリ容量不足と表示されるようになって、マイクロ SD は 128GB を入れ、内部メモリに設定して約1年使ってたけど、容量不足は解消しなかった。そんな時、何かを調べたり、LINE をしたり、電話をしたりするだけの人なら十分に使えるのでおすすめとか、安いスマホを持ってる人は買い替え検討するのもあり、なんてネット記事を見つけた。購入候補として、A80 Pro と、ハウェイ P30 ライトがあり、Y モバイルのハウェイ P30 ライトより A80 Pro が良さそうなので購入決意。早速注文した。このショップでおっちゃんは 17,999円で買ったが、今はセールらしくて安くなってる。届いたスマホには保護フィルムが綺麗に貼られてます。どんくさいおっちゃんは、保護フィルムの剥離シールを剥がすとき、剥離シートがうまく剥がれず、保護フィルムごと、ペロリンチョ、スマホ画面から離脱。貼り直したけど、失敗して、無残な結果になりました。教訓、剥離シールは慎重に剥がしましょう。で、このスマホ、指紋認証とか、顔認証、というのができるようですが、この機能を利用してた知り合いが、突然ロック解除できなくなったこともあり、おっちゃんは、そのような事態になったら、自分で対処せなあかんので、認証機能利用してません。知人は、キャリアショップで購入してたので、ショップのスタッフに、なんとかロック解除&再設定してもらったそうです。A80 Pro は、メモリ 4GB、容量 64GB、ストレージカード、マイクロ SD 対応最大 128GB とのことなので、マイクロ SD は 128GB を入れ、内部メモリに設定しました。充電ポートは、USB、Type-C とかいうもので、充電するとき裏表を確認しないでもさせるので便利です。カメラは、心持ち起動にもたつきを感じた。それとピント合わせに時間が必要なので、デジカメのように起動して即撮影とか、録画できないのが不便です。撮りたい時に即映せるというものではないので、カメラ機能もおまけでついてるよ、みたいな。デジカメと比較するのもあれだけど、画質も期待しない方が良いっす。まあ、おっちゃんのたわごと、素人の感想なので当てにならないけどね。